続いてゴールデンウィーク期間中、多くの人でにぎわう福岡県八女市の八女黒木大藤まつりが新型コロナウイルスの影響で去年に続き今年も中止になることが分かりました。八女黒木大藤まつりは樹齢600年を超え、国の天然記念物にも指定されている黒木の大藤の見頃に合わせ開催され、毎年20万人が訪れていました。今年の祭りは来月16日から予定されていましたが、近隣の店などへのアンケートで7割近くから祭り中止の声が上がったことなどから2年連続の中止が決まりました。去年4月には緊急事態宣言中にもかかわらず、週末には1000人を超える観光客が押し寄せ、藤の花を摘み取る対応も取られました。実行委員会は今年は苦渋の決断をしなくて済むよう観覧自粛のお願いを徹底していきたいとしています。本当にね、はい、悲しくて寂しい対応だったですけど ね、本来であれば来てもらいたいというお祭りじゃないですか ね、はい、そうですね。今回は自粛をお願いしたいということですね、はい、で藤祭りについてなんですが、北九州市八幡西区の吉祥寺藤祭りも中止を決定しています。